は小学1年の頃でした。父ちゃんと行った小さな店、緑色ののれん、駐車場に漂う香り、僕を一瞬で虜にして、ワクワクしながらカウンターで君を待っていた。君を全身で感じた7歳の夏、体が喜ぶって感覚初めて知った。あれからもう25年、何回君に会いに行ったんだろう。1000回くらいはあったかな、いや2000回くらいは行ったかな。会えた時は目いっぱいに満たしてくれるから、もうしばらく会わなくてもいいかななんて思うんだけれど、次の日には会いたくなる、その次にはもう会いに行ってる。君はなんて罪なやつ。君のところばかり行ってたら彼女が激怒して、私とどっちが大事なのって聞かれちゃってさ、両方とも大事だなんて口が裂けても言えなくて、だけど大丈夫、彼女もきっと君を好きになる。君と彼女の存在はとても似てるんだ、大げさだけど生きていてよかったって思える。これから先年を越えても変わらず君に会いに行くから、50になっても会いに行く、いや80になっても会いに行く。会えることが僕にとっての生きがいに変わるから、さすがにこってりスープは体に悪いって言われるけど、それでもきっと会いに行く、会えるならもうどうなってもいい。君はなんて罪なやつ。2000回くらいは行ったから、会えた時は目いっぱいに満たしてくれるから、もうしばらく会わなくてもいいかななんて思うんだけれど、次の日には会いたくなる、その次にはもう会いに行ってる。君はなんて、君はなんて久しぶりに会いに来た。白い湯気に包まれる、たった10分間に二人並んで話すんだ。いくつになっても変わらない、この味も父ちゃんが僕を思うその気持ちも、これからも僕はずっと君と歩いてく。